The capsule. It is said that much of the movie The Capsule is based in real history and references real historic events which occurred in 1950s. From the American spy planes flown by the Royal Air Force over Russia in 1954 through to the Black Knight rocket program which was run by the British with test launches in 1959 which was capable of taking a capsule into space. The Capsule。 この映画は1950年代米ソ冷戦時代の最中に最初から最後まで極秘裏に行われた事件を元にしていると言われています。真偽のほどはわかりません。またどこまで信じてよいのかそれもわかりませんが、この映画の冒頭にはこの映画は実際起きた出来事に基づいているとあります。またこの映画は数々の映画賞に輝いています。で、その映画の終わりには UFO を思わせるシーンが登場し、宇宙飛行士のガイは大気圏への突入時にこういう言葉を残して消息を絶ちます。火口が止まった、あれは何だ、近づいてくる、わーと。 The Capsule、 誠に謎めいた映画であるということになります。広し林、ハママシティ、ジャパン。1950年代の終わりに、イギリスがですね、まあ宇宙船を打ち上げたというのです。その少し前、アメリカは猿を宇宙船に乗せて無事地球に帰還させています。で、このブラックナイトプログラムというのはですね、極秘裏に始まり、そしてまあ、極秘裏に終わったというわけです。あれは成功していたら大々的に報道されたかもしれません。で、それを元にして作られた映画が The Capsule という映画だそうです。で、この映画の中にはですね、まあ、最後のシーンで UFO らしきものが登場します。あれは何だという宇宙飛行士の声が、まあそれを思わせるということなんですね。で、先ほども言いましたように、真偽のほどはわかりません。が、しかし、ありえない事件ではないというふうに言われています。まあこれを、あるいはこの映画をどう判断するかは、私たちの問題ということになりますが、まあ同じような事件というのは、例えばアポロ13号でも起きています。で、これがガイという名前の宇宙飛行士ですけども、今ご覧いただいているのが最後のシーンです。本当にあったのか、なかったのか。いわゆるガンスモークですね。火のないところに煙は立たないということです。で、これがまあ、これは映画ですけども、このようなシーンが挿入されています。で、宇宙飛行士のガイはですね、まあ、奇怪な、まあ、現象に遭遇するわけです。そして、まあ、最後に、赤い火の柱を見たと言われています。で、この事件は、あったのかなかったのか、ということになりますけども、闇の中の闇に、現在、
葬られています。ということで、これ以上の検証はできませんので、ここでは一応ペンディングということにしておきます。やがて、どこかで、まあ、この事件の謎を解く鍵が発見されるかもしれません。Bye for now.1970年4月11日にアポロ13号が月に向かって発射されますが、そのアポロ13号は月へ向かう途中でですね、原因不明の不可解な爆発事故を起こして、故障します。プルトニウム電池を積んでいたと言われています。で、今、右下にご覧いただくのがですね、それから7年後に発売されましたコンピューターです。で、私はこれをですね、買いました。が、そのコンピューターといってもですね、二次曲線をですね、ポツ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 と描いていく程度の能力しかありませんでした。その7年前にアポロ13号が打ち上げられたということです。で、アポロ13号の乗組員たちはですね、皆さんご存知のように、まあ、奇跡的な、まあ、操作を行ってですね、無事地球に、まあ、帰還するというわけですけども、まあ、その時の様子が、まあ、詳細に記録されてますけども、その時アポロ13号の帰還船はですね、微振動を繰り返し、まあ、くる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 と不安定な、まあ、回転をしていたわけです。その時に乗組員たちがですね、小さな三角窓を通して地球を見て、位置を知って、そしてストップウォッチを使って逆噴射をしながら、無事地球に帰還したというのです。が、こんなことがあり得るでしょうかということなんですよね。もしそんなことができるならば、つまり三角窓を見て、そしてストップウォッチで、まあ、噴射をしながら、その、なんて言いますか、地球帰還ができるようであれば、まあ、コンピューターなんかいりませんしね。まあ、なんて言いますか、高度なテクノロジーなど必要ないわけです。まあ、ストップウォッチがあればいいわけですからね。あとは、窓の外を見ながら、そして地球を見て、そして位置を知って、そして帰還すれば良いわけですからね。宇宙旅行も簡単なものだなというふうに、今にして思うと、そう思います。まあ、ともかくも、いろいろと言われてますけども、まあ、そんなことが可能だったかということですね。先ほど言いましたように、まだ当時はですね、パソコンといってもそんな程度と言いますか、そんなものもなかったのではないかと思いますね。それから7年後に、やっとコモドール社から先ほどお見せしたような、まあ、パソコンが発売になったというわけです。そして同じパソコンを使ってですね、高校生であったビル・ゲイツが、まあ、勉強して、後に見る、まあ、あの大会社を完成させたということになります。そういう時代だったんですね。で、その、まあ、地球にめがけて、まあ、そのめがけてと言いますか、帰還することがいかに困難な作業であったかということはですね、その大気がありますよね。地球の大気に向けて、その帰還させなければならないわけです。直角に、まあ、地球に、まあ、帰還しますとですね、大気の摩擦熱でですね、帰還船は爆発してしまいますし、その大気を外しますと、その、なんて言いますか、その宇宙船は永遠の彼方へと飛んでいってしまうということになるわけです。しかもその大気というのがですね、計算してみますとですね、卵の、殻がありますね。殻の中に薄い膜がありますね。その膜程度、にしかないと言いますか、それを薄い膜にめがけて、まあ、うまく、誘導しないと、無事帰還できないわけですよね。まあ、そんなことは本当にできたのかということが、まあ、今にして思うと、まあ、謎ということになります。まあ、これが地球ですけども、この大気でね、今この矢印で示しているところです。この大気の間に、まあ、うまく、帰還船を誘導しなければならないわけです。手前って言いますか、地球に向けますと、そこでまあ燃え尽きてしまうわけですよね。その操作がですね、果たして三角窓を見ながら、そして、まあ、なんて言いますか、ストップウォッチで操作できるものかということですね。これがアポロ13号の、まあ、帰還船
って言いますか、それをですね、まあ、離れた時に写真で撮った、まあ、あの機関船です。まあ、このように故障していたというわけですね。で、大気の厚さといってもですね、直径10メートルのですよ、10メートルの球体で考えても大気の厚さというのは 0.5 ミリ、まあ、1ミリあるかないかという幅なんですね。その1ミリかあるないか、あるかないかという幅にめがけて、まあ、機関船を誘導しなければならないわけです。まあ、そんなことが本当にできたのかということになるわけですよね。まあ、アポロ13号にはそんな謎も隠されているということになります。The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How was that done? Run into them. You mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. アメリカ元空軍大佐のロス・デディリクソンは次のように語っています。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。さらにロス・デディリクソンはこんな衝撃的な発言も残しています。私は退職後も政府機関と関係を持っていました。その中にはアポロ13号の救出作戦も含まれていました。外惑星人たちは宇宙船、つまり彼らの UFO をアポロ13号に送ってくれました。外惑星人たちはアポロ13号に付き添い、機関船を誘導し、無事機関船を地球へ戻してくれました。広志林、浜松市、ジャパン。I ran into them. You mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft. But they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so.Thank you.
The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How is that different? I ran into them. You mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. Neil Armstrong himself stated on October 1999 that we have no proof, but if we extrapolate based on the best information we have available to us, we have to come to the conclusion that other life probably exists out there, and perhaps in manyplaces. ニール・アームストロング自身も1999年10月次のように語っています。証拠はありませんが、私たちが入手可能な最高の情報による推測によれば、次のような結論に達しています。つまり他の知的生命体がそこかしこ多くの場所に存在しています、と。Cosmonaut Viktor Anashev commented on a UFO sighting that occurred.While en route to the Salyut 6 space station in April of 1979, as follows. It followed us
during half of our orbit. We observed it on the light side, and when we entered the shadow side, it disappeared completely. It was an engineered structure made from some type of metal, approximately 40 meters long with inner hulls. The object was narrow here and wider here, and inside there were openings. Some places had projections like small wings. The object stayed very close to us. We photographed it, and our photos showed it to be 23 to 28 meters away. ビクトル・アファナシェフは1979年4月ソリュート6号宇宙船へ行く途中 UFO の目撃について次のようにコメントしている。それは私たちが周回する約半分の間私たちについてきました。私たちはそれを昼の間に見ました。そして地球の影に入った時それは完全に消えてしまいました。それは技術加工された構造をしていて何かの金属で作られていました。内部構造を持った長さが40メートルくらいのものでした。その物体は幅の広いところと狭いところがあり、その中に隙間がありました。いくつかの場所には翼のような突起物がありました。その物体は私たちに大変近づいてきました。私たちは写真によれば23から28メートルの距離からその写真を撮ったことになります。宇宙飛行士のニール・アームストロングは1999年10月次のように証言しています。証拠はありませんが、私たちが入手可能な最高の情報による推測によれば次のような結論に達しています。つまり他の知的生命体がそこかしこ多くの場所に存在しています。同じく宇宙飛行士のスコット・カーペンターは次のように証言しています。宇宙飛行士が宇宙で一人でいたことは一度もありません。常に UFO による連続的な監視がありました。カーペンターは1962年5月24日周回中に UFO の写真を撮影している。 NASA は未だにその写真を公表していない。アポロ17号ミッションの司令官であったユージン・サーナンは1973年ロサンゼルス・タイムズの記事の中に次のように書いている。私は UFO についてそれを尋ねられたことがあり、私は公にこう言ってきました。彼らは誰か他の人たちであり、どこかの他の文明の人たちであると思いましたと。ミッションコントロール。What's there? Mission Control calling Apollo 11. Apollo 11. These babies are huge, sir. Enormous. Oh God, you wouldn't believe it. I'm telling you, there are other spacecraft out there, lined up on the far side of the crater edge. They are on the moon watching us.Mission Control, what's there?
Mission Control calling Apollo 11. Apollo 11, these babies are huge, sir, enormous. Oh, God, you wouldn't believe it. I'm telling you there are other spacecraft out there, lined up on the far side of the crater edge. They're on the moon watching us. Here you can see a picture of Mission Control Center. 何があるんだって?こちらミッションコントロールセンターアポロ11号どうぞ。アポロ11号、これらのベイビーは大きいです、巨大です。おお神よ、あなたは私を信じないでしょう。私は今こうして話しているのです。そこに他の宇宙船があるのです。それらがクレーターの反対側の端に並んでそこにあるのです。月の底にあって私たちをウォッチングしているのです。広瀬林、浜祭りジャパン。 As a teenager, Tompkins had an eye for detail and loved to create Navy ship and submarine models. これがニール・アームストロングが1969年7月に書き残したスケッチ画と言われているものです。本物か偽物かということを議論する前に、真実の追求者というのは常に一部あるいは一尾の嘘もあってはならないと心がけているものです。一尾あるいは一部の嘘でもあると全てが否定されてしまうからです。つまりAll or nothing。 本物か偽物かということになりますと、私は本物であると判断しました。こうしたスペースクラフトがですね、クレーターの反対側のエッジにずらりと並んでいたというわけです。謎に満ちたアポロ11号ミッション、その向こうには何があるのか、調べれば調べるほど謎が深まるのがアポロ11号ミッションということになります。私林博士が今まで調べてきたアポロ11号ミッションの結論はこうです。アポロ11号ミッションは確かになされた。その結果3人の宇宙飛行士が月面に到着した。これはもう事実だと思います。が同時にニューヨークのスタジオで偽のアポロ11号ミッションの着陸の様子が捏造された。理由はいろいろ考えられますが、スティーブン・グリア博士の本によればですね、万が一宇宙飛行士たちが月面でエイリアンたちに遭遇した場合に備えてそのような偽動画を用意した、つまり動画って言いますかね、画像を差し替える、入れ替えるためにそのような偽動画を作ったというわけです。が実際にアポロ11号の乗組員たちはですね、月面にエイリアンクラフトあるいは ET のクラフトを見てしまった、あるいは見せられてしまったというわけです。そこで急遽偽画像に差し替えられ世界中に報道されたということです。以上が私林博士が現代のところ得ている結論ということになります。
Evidence Arena, a website in France, writes about the Apollo 13 mission as follows. The questions are so many, but to see these images we can guess and something and certainly take note that up there, surely, the Apollo 13 astronauts were not alone.フランスのエビデンザリエナウェブサイトは次のように書いています。アポロ13号ミッションについては疑問は多いが、これらの写真を見たところいろいろ考えられるが、ただ一つはっきりしていることは、そこにいたのはアポロ13号の宇宙船の3人だけではなかったということである。広島市浜松市ジャパン。エビデンザリエナウェブサイトは次のように書いています。アポロ13号計画はアポロ11号12号に続いて第3回目の月面着陸を目的としたアポロ計画であった。1970年の4月11日にその月面ミッションはフロリダのケネディ宇宙センターにて発射されたが、その発射から2日と半分経ったところで酸素タンクが爆発し、月面着陸はキャンセルされた。その爆発により宇宙船そのものが激しく損傷を受けたため、3人の宇宙飛行士たちは月面着陸船のアクエリアスへ移動し、月面に着陸するための手段として使われる予定だった宇宙船を機関船として使用せざるを得なくなった。船内の熱がなくなる、飲み水が不足する、二酸化炭素除去装置の修理をしなければならないなどのかなりの困難にもかかわらず、宇宙飛行士たちは4月1日地球に帰還した。 YouTube の利用者が NASA の記録写真の中から興味深い写真を見つけた。それにはアポロ13号の近くを飛んでいる未確認飛行物体が示されていた。ここにその写真の出どころを明記しておくが、その物体を見るためには明度を上げ画像を明るくする必要がある。以下が NASA の公式画像である。画像8528ストリートキャップ1による撮影写真。
ここにお見せするのはアポロ13号宇宙船の周りに位置する人工物に見える物体である。このサイトのスコット・ワリングによれば、エイリアンの宇宙船は何か必要なことがあれば割り込んでくることができる範囲でアポロ13号の近くを飛行しているように見えるとのことである。次の写真の中ではもう一機の光る物体の前面に固体の物体を見ることができる。この物体はアポロ13号に事故を引き起こした謎の物体なのだろうか。アポロ13号の真のミッションは何だったのか。多分誰かによって禁止区域になっていた場所にアポロ13号が着陸を試みていたのではなかったのか。またそれ以来私たち人間はなぜ月面に着陸していないのだろうか。エイリアンの拒否にあったのか。疑問は多いが、これらの写真を見たところいろいろ考えられるが、ただ一つはっきりしていることは、そこにいたのはアポロ13号の宇宙船の3人だけではなかったということである。繰り返します。ただ一つはっきりしていることは、そこにいたのはアポロ13号の宇宙船の3人だけではなかったということである。The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How is that done? I ran into them. You mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth, and on two occasions they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. I am Lauren Ross Diedrichsen, Colonel, USA, retired. I got a Bachelor of Science degree, and then the Air Force sent me to Stanford Business School to study management, and then promptly assigned me to Washington, D.C., and I served in the Chief of Staff's office shortly for orientation, and then they put me into the U.S. Atomic Energy Commission, where I became responsible for maintaining the inventory of the accountability of the nuclear weapons stockpile, and involved in the security and the, you might say, auditing the manufacturing facilities and the storage facilities for all the nuclear weapons in the U.S. America 空軍大佐ロス・デドリクソンの証言。私は AEC、 つまり原子力エネルギー委員会の議長と国防省の間の軍の連絡委員会の上級スタッフでした。私は陸軍だけではなく海軍、空軍、民間機関のほか CIA や国家安全機関、さらには私が開拓した他の機関の人たちとも知り合いになりました。そうした時代の間、私の職務の一つが
核兵器の安全性をチェックするための全ての核兵器施設を訪問するチームに同行することでした。そういう中、核兵器の貯蔵場所やいくつかの製造施設の上に現れた UFO の報告を私たちは手に入れていました。そしてそういうことが連続的に続いていました。核兵器の上を飛ぶ UFO の飛行は大変深刻な問題として取り上げられていました。資料11を添付しますのでそれを見てください。事実そうした問題は目撃者が故意にそうした情報を流したりするとあまりにも大きな政治問題あるいは外交問題を巻き込むことになりましたので大変深刻な問題として取り上げられていたわけです。レーダーに UFO が捕捉されたようなほとんどのケースにおいては航空機が UFO の飛行を妨害するためスクランブルがかけられました。それは私たちの政府からの攻撃的な反応ということになります。よく知られた事件としては1952年の7月の事件があります。その事件の時は私は光を放つディスクタイプのクラフトを見ました。その事件の後フェルト海軍大将の下で核兵器実行計画の選択的指揮権のポストの責任者として連合司令官に就任しました。私は SAC 作戦の下ノーラッド、つまり北米防空総司令部とも連絡を取り合いました。そして核兵器の使用に関する作戦計画にも携わりました。他にも2例私は UFO と核兵器に関する事件について知っています。2例のうち先の1例というのは1961年だったと思いますが太平洋で核兵器を爆発させた時のことです。それは ET たちによって引き起こされたものですが驚くべきものでした。なぜならその時数時間にわたってどんな場合も太平洋上で無線通信が途絶えてしまったからです。電離層にまで影響を与えたところから外惑星人たちがその爆発実験に関心を持っていたことには間違いありません。事実 ET たちの宇宙船は磁場汚染が理由で航行が不可能になったからです。2つ目の事件は1970年代の終わりか1980年代の初めに起きたものです。その時私たちは核兵器を月まで運びそこで科学的な測定のための爆発をさせるつもりでした。がこれは外惑星人にとっては受け入れがたいことでした。 ET たちはその武器が月へ到着する前に破壊してしまいました。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。繰り返します。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。アポロ13号は無事地球に帰還しましたがその背後には外惑星人たちの協力があったからです。繰り返します。アポロ13号は
無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. In fact, that was the time when Area 51 became notorious.Recently, Russian UFO researcher Felix Jigel suggested that the explosion aboard Apollo 13 was caused by a UFO. In his story, he states that the UFOs used pulse magnetic beam directed at the small plutonium bombApollo 13 was carrying to set off the small explosion. 最近、ロシアの UFO 研究家であるフェリックス・ジゲルは、アポロ13号の爆発は UFO によって引き起こされたと主張しています。彼によれば、UFO はアポロ13号が運んでいた小型のプルトニウム爆弾を電磁パルスビームを使って爆発したというのです。つまり一般に説明されているようなプルトニウム電池ではなくプルトニウム爆弾だったというのです。考えてみればまだその当時プルトニウム電池などあるはずもなく何らかの実験のために用意されたプルトニウム爆弾だったと考える方が自然ですね。アポロ13号が発射されたのは1970年、パイオニア10号つまり1972年に初めてプルトニウム電池が
搭載されました。ともかくもアポロ13号には最初から最後までエイリアンが絡んでいた可能性が大変高くなりました。広志林、浜松市、ジャパン。1970年4月11日にアポロ13号が月に向かって発射されますが、そのアポロ13号は月へ向かう途中でですね、原因不明の不可解な爆発事故を起こして、故障します。プルトニウム電池を積んでいたと言われています。で、今右下にご覧いただくのがですね、それから7年後に発売されましたコンピューターです。で、私はこれをですね、買いました。が、そのコンピューターといってもですね、二次曲線をですね、ポッツ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 と描いていく程度の能力しかありませんでした。その7年前にアポロ13号が打ち上げられたということです。で、アポロ13号の乗組員たちはですね、皆さんご存知のように、まあ、奇跡的な、操作を行ってですね、無事地球に、帰還するというわけですけども、その時の様子が、詳細に記録されてますけども、その時、アポロ13号の帰還船はですね、微振動を繰り返し、くる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 と不安定な、回転をしていたわけです。その時に乗組員たちがですね、小さな三角窓を通して地球を見て、位置を知って、そしてストップウォッチを使って逆噴射をしながら、無事地球に帰還したというのです。こんなことがあり得るでしょうかということなんですよね。もしそんなことができるならば、つまり三角窓を見て、そしてストップウォッチで、噴射をしながら、なんて言いますか、地球帰還ができるようであれば、コンピューターなんかいりませんしね。なんて言いますか、高度なテクノロジーなど必要ないわけです。ストップウォッチがあればいいわけですからね。あとは窓の外を見ながら、そして地球を見て、そして位置を知って、そして帰還すれば良いわけですからね。宇宙旅行も簡単なものだなというふうに今にして思うとそう思います。ともかくも、いろいろと言われてますけども、そんなことが可能だったかということですね。先ほど言いましたように、まだ当時はですね、パソコンといってもそんな程度といいますか、そんなものもなかったのではないかと思いますね。それから7年後にやっとコモドール社から先ほどお見せしたような、パソコンが発売になったというわけです。そして同じパソコンを使ってですね、高校生であったビル・ゲイツが、勉強して、後に見る、大会社を完成させたということになります。そういう時代だったんですね。で、地球にめがけて、めがけてと言いますか、帰還することがいかに困難な作業であったかということはですね、その大気がありますね、地球の大気に向けて、帰還させなければならないわけです。直角に、地球に、帰還しますとですね、大気の摩擦熱でですね、帰還船は爆発してしまいますし、その大気を外しますと、なんて言いますか、その宇宙船は永遠の彼方へと飛んでいってしまうということになるわけです。しかもその大気というのがですね、計算してみますとですね、卵の殻がありますね。殻の中に薄い膜がありますね。その膜程度にしかないと言いますか、それを薄い膜にめがけて、うまく、誘導しないと無事帰還できないわけですよね。そんなことは本当にできたのかということが、今にして思うと、謎ということになります。これが地球ですけども、この大気でね、この矢印で示しているところです。この大気の間に、うまく、帰還船を誘導しなければならないわけです。手前、って言いますか、地球に向けますと、そこで燃え尽きてしまうわけですよね。その操作がですね、果たして三角窓を見ながら、そして、なんて言いますか、ストップウォッチで操作できるものかということですね。これがアポロ13号の、帰還船を、って言いますか、それをですね、離れた時に写真で撮った、帰還船です。このように故障していたというわけですね。で、大気の厚さといってもですね、直径10メートル
のですよ。10メートルの球体で考えても大気の厚さというのは 0.5 ミリ。まあ1ミリあるかないかという幅なんですね。その1ミリかあるないか、あるかないかという幅にめがけて、まあ機関船を、誘導しなければならないわけです。まあそんなことが本当にできたのかということになるわけですよね。まあアポロ13号にはそんな謎も隠されているということになります。Stephen M. Greer writes as follows. As I stated, the ETs have made it very clear that the entry ticket for human civilization to become interplanetary is first and foremost to be civilized, to live together peacefully, to renounceweapons of mass destruction and to go out into space free of weapons system with a consciousness of universal peace. 私がすでに述べたように外惑星人は次のことを明確にしている。つまり人間文明が外惑星人になるためにはまず最初にしてかつ最大に皆が平和に一緒に暮らすために人間自身が文明化することである。そのためにも大量破壊兵器を放棄し宇宙の平和を守るという意識を持って宇宙に武器システムを持ち込んではならないということである。War in space to replace war on Earth is not evolution but cosmic madness. A world thus united in fear is worse than one divided by ignorance. It is now time for the great leap into future, a leap that moves us out fear and ignorance and into anUnbroken era of universal peace. This is our destiny. It will be ours just as soon as we choose it. 地球での戦争を宇宙を舞台にした戦争に置き換えるなどということは進歩と考えてはいけない。狂気の沙汰である。このような恐れに結びついた世界は無知でバラバラになっている個人よりたちが悪い。私たち人類は未来に向かって大きく飛躍する時である。つまり恐れと無知から抜け出て宇宙平和という未体験の時代に突入する。それが私たち人間が目指すべき運命である。そしてそれは私たちがそれを選択するや否や今すぐ私たちのものとなる。 Stephen M. Greer by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan.